い、皆さんこんにちは。狭山公園パークレンジャーの杉山です。今日はですね、皆さん外来種、最近テレビなんかでもよく外来種っていうのを聞くと思うんですけども、狭山公園でこの数年の間に見られるようになった外来種1種類紹介したいと思います。その名もムネアカハラビロカマキリと言います。カマキリの外来種です。はい、で早速なんですけども、どういうカマキリかっていうのをね、見てもらいたいと思います。こちらがムネアカハラビロカマキリです。ハラビロっていうだけあってね、お腹がちょっとわかるかな、ついてきちゃった、ポテッとしてる、お腹が太いです。で、ムネアカハラビロカマキリなので胸が赤いですね。赤い様子わかりますかね。はい、そしてちょっとね、この後、日本のカマキリと識別するために覚えておいてもらいたいんですけども、この二の腕の部分に白い点々がいっぱい並んでますね。10個くらい並んでるの分かりますかね。こちら覚えておいてください。これが外国から来たムネアカハラビロカマキリです。じゃあ一方、実は日本にはハラビロカマキリというカマキリがいます。実はこれそっくりなんですね。ちょっと見てみてください。こちらです。はい、ちょっとね、説明がないとわからないかもしれないんですけども、同じくお腹がぽってり膨らんでいて、ムネアカハラビロカマキリは赤いお腹だったのに対して、こちらは黄色っぽいお腹です。で、二の腕の部分、点々の模様見えますかね。こちらは3個4個ぐらい少ないです。はい、こういう違いがあります。はい、で、どちらにも共通する特徴として、背中に落ちちゃう、はい、背中にですね、白い点があります。映るかな、ここね、ここ白い点々ありますね。これハラビロカマキリの仲間の特徴ですね。こことここに白い点々あります。はい、この点々特徴的です。はい、ハラビロカマキリにも、ムネアカハラビロカマキリにもこの点々があります。その違いは、胸の赤い模様と、あとはね、二の腕の点々の数なんかで見ることが、分かることができますね。で、このハラビロカマキリ2種類、どちらも住んでるのは木の上が好きです。木の上が好きなので住んでるところが一緒なんですね。で、出会ってしまうと、このムネアカハラビロカマキリの方が体がでかいです。戦いになってこっちの方が勝って、どん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 日本のハラビロカマキリが減ってきてしまうというようなことが起こっています。日本の国内でも、ある地域ではムネアカハラビロカマキリだけになってしまったというエリアがあるそうで、この狭山公園、一番最初にムネアカハラビロカマキリが見つかったのが平成30年ですね。平成30年に卵が見つかりました。その年の卵は全部で9個見つかってます。で、翌年平成31年度には、全部で93個の卵が見つかりました。もうどん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 増えていってますね。で、成虫なんですけども、最初の年は、ほんと数個体しかいなかったのが、次の年は11個体で、なんと今、今年はですね、すでに40個体近くの成虫が見つかっています。はい、で、一方このハラビロカマキリ、レンジャーがパトロールしてる時に生き物を見るんですけども、ハラビロカマキリがですね、この夏、杉山レンジャーは全部で5個体ぐらいしか見えてません。こっちが40個体ぐらいいるのに対して、こっちは、5個体ぐらいしかまだ見つかっていません。はい、なので、徐々にこのムネアカハラビロカマキリが増えてきてるっていうのが分かります。はい、で、もう一匹実はこちらにカマキリいるんですけども、これよくね、ムネアカハラビロカマキリと間違われるんですけども、こちらはね、日本のカマキリ、オオカマキリです。オオカマキリもね、ちょっとわかるかな、お腹がね、ちょっとうっすらピンク色してますね。なので、あ、胸赤い、胸赤ハラビロカマキリだなんて思う人もいるかもしれないんですけども、これは日本のオオカマキリです。背中にね、点々ないですよね。この点々がないのでオオカマキリだっていうのはわかりますね。はい、それではですね、今度は卵を、見分け方を説明したいと思います。ムネアカハラビロカマキリもハラビロカマキリもまた卵がそっくりです。ただ、あの違いがね、分かれば、見分けられますので、ちょっと違いについて説明したいと思います。こちらにですね、たまたま同じ枝にムネアカハラビロカマキリとハラビロカマキリが卵を産んだ枝があったので回収してきました。どちらも去年のもので、もうこれ、この中には卵入ってないですね。はい、で、上がハラビロカマキリ、下がムネアカハラビロカマキリです。ちょっとパッと見た感じそっくりですね。正面から見ると真ん中に両方とも帯状のね、線が入ってますね。
でその周りが、焦げ茶色、ちょっとこちら赤茶けてますけども、こういう暗い茶色の時もあります。なのであんま色味は参考にならないかもしれませんね。はい、じゃあ特徴ですね。はい、胸赤腹広カマキリはちょっと顎を突き出たような形、わかりますかね、顎を突き出たような形で、枝の接地面この辺りですね、枝と少し隙間があります。ここ隙間がある。それに対して、日本の腹広カマキリは枝と、卵の間に隙間ありませんね。はい、で顎も、まあ、ちょっとここ飛び出てますけどね、顎が極端に飛び出てる胸赤に対してこちらは、まあ、控えめな顎というかですね。はい、この中にですね、どのくらいの卵が入ってるのかなっていうのをですね、去年、11個分の卵回収してみたら多いやつで330ぐらい、まあ、少ないと百何十匹とかだったんですけども、一つの中にそのくらいたくさんの卵が入っています。ということで、胸赤腹広カマキリの成虫と卵、他のカマキリとの見分け方説明させていただきました。今の時期10月の初めですけども、これから12月の初めぐらいまでにかけては、成虫が、たくさん見れる時期、それ以降は卵が、見られる時期です。ぜひですね、目撃情報なんかありましたら狭山公園のパークセンターにお寄せください。写真があるとありがたいです。ぜひぜひ皆さんの目で、狭山公園の自然守る取り組み協力いただければなと思います。はい、以上、胸赤腹広カマキリの紹介でした。